はい、どうもこんにちは。ということで今回は、緊急速報ということで、先ほど突然発表された、マジックフェストオンラインについて話したいと思います。新型肺炎によって世界中でマジックフェストの開催が中止されているのですが、その代わりとしてマジックアリーナ上でマジックフェストが開催されることが決まりました。大会は3段階に分かれていて、毎日4回開催されるデイリー予選、そして予選を5位以上で勝ち上がった人が参加できるウィークリーチャンピオンシップ、そしてウィークリーでトップ32に入ることによって、シーズンファイナルに参加することができます。デイリー予選は今月23日から開催されるのですが、参加費25ドルで誰でも参加できるようになっていますね。デイリーで権利を得たプレイヤーは3月下旬もしくは4月頭のウィークリーに参加できるようです。ウィークリーおよびシーズンファイナルはこのように賞金が出る大会で、まさにオンラインバージョンのマジックフェストとなっています。こちらはブラッティさんのツイッターからの引用なのですが、ウィークリーでトップ8に入ることによってプレイヤーズツアーに招待されるということで、ウィークリーチャンピオンシップが紙のマジックフェストと同等レベルの大会かなと思われます。この後も継続して行われていくかはわからないですが、基本無料のアリーナにおいてプレイヤーズツアーへの窓口が広がったため、競技イベントのオンライン化がこれからどんどん進むのではないかなと思われますね。デイリー予選は合計48回行われるのですが、ウィークリーチャンピオンシップが2回行われるということで、紙のマジックフェストと比べて、プレイヤーズツアーへの期待値は上がっているかなという感じですね。はい、ということで緊急速報でした。それではまたね。